日産グローバル本社ギャラリー日産ギャラリーは日産自動車が運営する自動車ショールームである本校では銀座プレイス内の日産クロッシングについても合わせて説明する日産の新車を展示しており自由に見て触ることができる市販車以外にも定期的に旧車やレーシングカーの展示イベントも行われているまたグローバル本社ギャラリーでは プレス向けの新車発表会や自動車雑誌の取材も頻繁に行われるほか、カウンターにはミスフェアレディがおり、現行全車種のカタログ、価格表を入手できるほか、日産が保管している歴代車のカタログをその場で閲覧することもできる。近年はキャラバンや NV200 バネットといった商用車も頻繁に展示されている。旧本社ギャラリーと銀座ギャラリー間にはエルグランドを 使用したシャトルバスが運行していたが本社ギャラリー店に伴いサービスを終了した。また2009年8月に開設されたグローバル本社ギャラリーにはインフィニティのモデルを含む日本国外で販売される車両も展示されている。2012年頃からは実際に乗車することが可能となっている。一方2013年には日産福岡ギャラリーを皮切りに 日産札幌ギャラリー、日産名古屋ギャラリーが閉館し、これにより、国内のギャラリーは、グローバル本社と銀座のみとなった。この件について日産は、別の形で、日産ブランドの提案をしていきたいとしている。また、2014年3月31日には、札幌銀座ビルの再開発に従い、銀座ギャラリーも一時的に閉館した。札幌銀座ビルは、 同年4月より解体を開始し、銀座プレイスとして2016年9月24日にオープンした。銀座ギャラリーも、ドービルと同時に、グローバルなブランド情報発信基地、日産クロッシングとして生まれ変わった。同施設オープンの2016年9月までの約2年半に、渡る間、国内のギャラリーは、グローバル本社のみとなっていた。グローバル本社ギャラリーでは、 休館日を除く毎日、元テストドライバーや、レーサーなどの知識、経験豊富な日産スタッフが同乗する試乗会を、無料で実施している。2020年7月現在、ルークス、キックス、日産 GT、R、リーフ E、スカイラインに試乗することができる。全社、免許を取得から1年以上経過し、試乗日に免許証を持っていること。 原則1日1車種のみの市場が条件となる。なお、GT-R の市場対象年齢は35歳以上に限られている。また、自動車専用道路における運転支援技術、プロパイロットを搭載した車種については高速道路で市場が行われる。さらに、リーフの市場では自動駐車機能、プロパイロットパーキングも実際に行うことができる。 日産グローバル本社ギャラリー日産クロッシングが入居する銀座プレイスビル日産クロッシングかつて存在した日産銀座ギャラリー日産旧本社ギャラリー日産大阪ギャラリーがあった朝日放送旧本社社屋手前の通り側1階にあった日産札幌ギャラリー日産名古屋ギャラリー日産福岡ギャラリーがあった展示にむずありがとうございます